台風が近づいているということもありですね、ちょっと波が荒れているところもあって、ちょっとしけってはおるんですが、このスピード感、200馬力のエンジンはさすがです。ぶっ飛びです。1989年新水日産 FS730 リバティの紹介をしていきます。24フィート、200馬力鈴木の4ストローク、エンジンが搭載されております。マックス30ノット、キャビンにマリット入れ、スイムラダーまでついて、クルージングやレジャーにもぴったりの1台となっております。さすが4サイクルです。かなり静かですね。エンジンも2016年製、まだまだ使えます。はい、バウレールです。左側若干のグラスキャルものも全然頑丈してます。右側も全然頑丈ですね。しっかり使えてます。はい、バウデッキ下です。アンカーとロープが格納されておりました。一部ですね、重りを入れていただいております。後ろのエンジンの馬力が重い分ですね、前にちょっと肘をかけておるということでお伺いしております。はい、ウィンチです。こちらですね、ウィンチは、現状、まあ、使用されてないということもあるんですが、実際にはかからないということですね。もしご利用の方に関しましては、こちらを直していただいてからご使用いただければなというふうに思います。はい、こちらサーチライトです。はい、高解灯両色灯ともに、点灯 OK です。はい、白灯ですね。こちらも点灯はできませんが、しっかりバッチリつきます。はい、スカイハッチから操舵席下です。オーニングのホロもしっかりしております。破れほつれも特に目立ちません。しっかり活用できると思います。はい、操舵席下ですね。かなり広い収納庫となっております。今は V が入ってますが、物さんがすごい綺麗にされてますね。大きな物等がないんで、すごく広い、使いやすい収納庫となっております。はい、操舵席前です。コックピット来ました。油圧のハンドルもしっかりスムーズです。はい、スイッチ関係ですね。こちら、サーチライトをスイッチしましょうね。正面燃料メーターになります。
収納ボックスですね。開けたら魚タンが出てきました。ソニックス。はい、魚タンの動作もバッチリ確認いたしました。はい、キャビンです。かなり広い、そしてまた綺麗、すごく綺麗にされております。大人でしたらまあ3人ぐらいなら十分座る、ゆったり座れるスペースがあります。こちら20リッターの蛍光管が2個あります。こちらはオーナーさんの私物になります。持って出られます。キャビンの中地下ハッチですね。開閉も非常にスムーズ。ちょっと片手でやりづらいんですけど、施錠の方もバッチリ問題なくできます。はい、キャビン入ってすぐ右側ですね、操舵席下になるんですが、マリントイレが完備されておりました。ヒューズボックスですね。配線もまとめられており、綺麗な状態です。キャビン出てすぐ右側、こちらにもサイドに収納スペース。はい、コックピット上のハッチの部分ですね。こちらも開閉は非常にスムーズ。で、洗浄後の方もしっかりスムーズです。広々としたデッキです。船体中央にも両サイドに収納スペース。はい、船体中央です。大型のイケスになっております。スカッパーも綺麗な状態です。まだまだ使用可能です。収納庫3つございました。真ん中のとこ開けました、燃料タンクになっております。100から120リッターの仕様となっております。はい、アフトデッキです、3つ開けてみました。こちらは収納庫、こちらは先ほどご紹介の燃料タンク、左舷側にはバッテリー庫となっておりました。無駄なものが一切なくてすごいスッキリした船体です。切り替えもあります。はい、燃料庫になります。アルミ製のロッドホルダーが左右に搭載されてます。こちらはオーナー様が後付けなされたウェイク用またはマリンスポーツ用に使用していただくバーとなっております。もうオーニングの立て付け部分になります。めちゃくちゃ頑丈です。非常に綺麗です。ホルも申し分ないもんぐらい綺麗なんで、そのまま使用できると思います。最高峰アフトデッキですね。非常に便利なスイムラダーも完備化されております。マロールのショットです。
非常に綺麗な状態です。スズキの4ストローク200馬力。カルガンネル周りも非常に綺麗です。年に2回剪定の洗浄から塗装がされております。こまめにメンテナンスされております。